小川隆吉は、北海道浦河町生まれのアイヌ民族運動家。アイヌ民族共有財産裁判原告団長、アイヌ民族文化伝承の会会長、北海道教育大学非常勤講師。妻はアイヌ文様刺繍家の小川さなえ、日高地方浦河町の古壇に生まれる。父は、戦時下に土日し、タコベヤの強制労働から脱走した、朝鮮人、李秀デ母は、 浦川の古丹に住むアイヌ民族の夏子。幼い頃に、父秀夫は朝鮮へ戻り、以来恩心不通となる。その後9歳で母も失い、兄弟と支え合いながら青春期を送る。幼くして、両親を亡くした後の生活は、貧困を極め、学校への通学も断念せねばならなかった。職を転々とした後、25歳で定職に就くが、就学機会を奪われたため、 漢字もろくに読めなかったという。幼年期青年期に体験した、アイヌ民族に対する社会の差別に耐えつつ、次第に、アイヌ民族としての自覚に目覚め、民族の権利獲得や、反差別の運動へと加わるようになる。その後、札幌を拠点に、札幌アイヌ民芸企業組合などの立ち上げに参画し、アイヌの生活向上や民族文化の普及に努める。 うたり協会札幌渋理事、同教育相談員などを歴任し、運動の中心的存在として活躍する。1995年、北海道大学校内の文学部古賀講堂で発見された人骨や医学部の標本庫に陳列されていたアイヌ人骨に関する事実究明を求める活動に関わり、北大関係者や歴史研究者らと共に事態の解決にあたる。 1999年、北海道を相手に、過去100年にわたりアイヌのものでありながら、アイヌには知らされていなかった、共有財産の管理についての再調査を求める、裁判を起こす。同裁判は2004年5月、札幌高等裁判所で、訴えが棄却され、2006年に最高裁判所で、上告が棄却され、敗訴が確定した。2012年には、 小川のおじを含むアイヌの遺骨12体の返還を求め、北海道大学を提訴。2016年に和解が成立し、返還された遺骨は元の墓地に再び埋葬された。一連の訴訟は映像化され、ドキュメンタリー映画、85年ぶりの帰還アイヌ遺骨賞薄子単へとして公開された。現在、数少ないアイヌ民族の語り部の一人、 ありがとうございます。